細胞のですね、体積というのは非常に厳密に調整されておりまして、これが実は細胞の増殖であるとかいろんな細胞機能に関わっているんですけども、それを調節する仕組みの一つとしまして、ボリュームレギュレーテッドアニオンチャンネルという、そういうチャンネルがありまして、その正体は今まで分からなかったんですけども、その一つがですね LRRC8 というチャンネルでありまして、これは細胞がこう膨れ上がりますと陰イオンを外に出して、そうしますと水も一緒に出ていきますので、それによって細胞の体積がまたシュリンクしていくと、縮まっていくと、こういうチャンネルなんですが、これは新しく東大に入りましたクライオ電源を使って、その大体分解能が 3.8 オムソロムでその立体構造を解明したという研究になります。はい、ですね、私自身がですね、非常に私の興味の対象としまして、なんでその物理刺激、例えば光であるとか音であるとか温度であるとか、あるいは機械刺激ですね、圧力とかそういったものがなんでですねチャンネルを開いて、神経細胞が興奮するかということに非常に興味があったんですけれども、その一つとしまして、この LRRC8 というのは浸透圧であるとか膜の張力によって、チャンネルが開いて、そして最終的にはイオンを通すことによって、細胞体積を調節するんですけども、それの立体構造を解明することによって、そのメカニズムの一端を明らかにすることができたと考えております。物理チャンネルですね、これをですね、今回の LRRC と同じようにですね、X 線構造解析あるいはクライオ電源ぐらい電子規模を使ってですね、立体構造を解明して、非体解析をすることでそのメカニズムを解明していこうと、現在も、クライオ電源を使って、どんどんたくさんのことを解けておりますので、そういうことでもその普遍的にですね、どうして物理チャンネルがこう触ったりとかしないのに、チャンネルが開いてでイオンを透過することができるのかと、そういうことを明らかにしていきたいと思っております。